クリストファー・ホージソンは19世紀の英国の探検家、作家、外交官で、初代長崎領事及び、函館領事を務めた。ハートフォードシャー州、リックマンウォース教区牧師であった父、エドワード・ホージソンの4、男として1821年に誕生。イートン・コート・ケンブリッジ大学に学んだ後、1839年に、兄のアーサーを追って、シドニーに移った。 オーストラリアでは農地の開拓や探検に従事した。1846年、英国に戻り、オーストラリアでの改装録を出版した。1849年にはザ、ザワンダラーを出版。1851年から1855年にかけて、フランスのバイオンヌとカーンで無給の副領事を務めた。外圧により1855年に幕府が箱立てを、 開校すると、1859年に、ホジソンが英国の初代函館領事に任命され、妻と娘を連れて、日本に向かった。しかし、長崎領事に予定されていたジョージ・モリソンの到着が遅れたため、ラザフォード・オールコックから指名されて、初代の長崎領事を務め、モリソン到着後函館に移った。函館では、フランス領事も兼任した。 公用文書における自身の肩書きについて、イギリスコンシュルではなく、ブリタニア女王陛下コンシュルを用いるよう求めるなど、両辞職の権威にうるさく、奉行所の役人の態度にもしばしば不満を漏らし、着任して約1年後に、奉行所で引き換え金をめぐって、傍若無人の態度をとったことがもとで罷免され日本を去った。函館では、日本の植物事情と、 標本1500種採取し、王立旧植物園に提供した。日本滞在中の記録に、ホジソン長崎函館滞在駅がある。1861年に外交官を引退し、1865年10月11日に、ポーで死亡した。ありがとうございます。